また吐いてんのかよ西野。一番のとこお疲れ様です。でも僕は状況から察するに死後1日ってとこだ。犯人はガイシャをここに連れ込み、鎖につないで腹を空かせた犬を放って立ち去った。いずれの殺害時もお母さん雨がっぱを着た不審者が目撃されてる。犯行当日はいずれも撃て。嘘だろ。沢村さん警察だ。道を開けろ。見つけてやる。僕は表現者だ。人を楽しませるアーティストだ。一緒ミュージアム沢村遥を殺せ。